どうもジャックバスです。今私は、品川駅のそばに行って、本日はこちらの、シェラトン宮古ホテル東京に宿泊したいと思います。今回ゴールデンウィークということで、アップグレードも、ね、もらえるかどうかちょっとわからないんですけども、1泊1万8000円ぐらいで、予約できたので行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは無事チェックインできました。ここが801号室ということで行ってみたいと思います。無事チェックインすることができました。今回は801号室ということで、一番奥の部屋ということになっております。中に入りました。中はこんな感じとなっております。部屋の中はこんな感じです。部屋の外はこんな感じの眺めとなっております。はい、ね、バスルーム見ておきましょうか。バスルームはこんな感じです。ちょっと年季が入ってますかね。ミティはこんな感じです。マシェラトなんですね。こういうのもね、配備されておりますね。やはりですね、こちらのホテルはまあまあ年季が入っているなって外の感じからも思ったんですけども、最近では珍しいこのルームカードのね、鍵もこういう感じでかざすタイプではなく、カードを挿してねドアが開くということで、ちょっとね年季を感じるホテルとなっております。今回ゴールデンウィークということだったんで、今回もねアップグレードは多分されてないんじゃないかなと思います。でですね、今ちょうど1時ぐらいということなんで、これからねラウンジの方に行きたいと思います。それではね行ってみたいと思います。プラチナ会員ではこちらのシェラトンクラブのカードがチェックインの際にねもらえるんですけど、こちらでねスパの利用もできるということなんで、今回ね
ヘルスクラブ地下2階にあります。それでは行ってみたいと思います。今ね、ヘルスクラブを使い終わりました。こちらはプール、サウナ、浴室、マス、トレーニングマシン等もね使えるのでとても良かったです。プラチナ会員の方はね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それではね、今時刻は6時半前ということで、ランチの方がねカクテルタイムとなりましたので、行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ラウンジに出ました。食事がね、とても充実してますので、ここはね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今、朝の8時ぐらいになりました。朝食をね、いただきに行きたいと思います。それでは、行ってみましょう。それではチェックアウトいたしました。今回ですね、プラチナ会員の特典ということで、レイトチェックアウト、ラウンジアクセス、朝食無料利用できました。レイトチェックアウトにいたしましては、ゴールデンウィーク中にもかかわらず16時まで、ね、利用可能ということでした。私はね、ちょっと予定がありましたので午後2時チェックアウトさせていただきましたけれども、16時までね、延長で、しかもその間もずっとラウンジが使えるということでしたので、とても良かったですね。さらに、ラウンジの方はね、だいぶ食事の方が充実しているので、とてもそちらもおすすめとなっております。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。